ふい沢ダムは、群馬県前橋市、と根川水系浮入沢川に建設されたダム。高さ14.4メートルのアースダムで、洪水調節を目的とする地水ダムである。前橋市中心市街地から北東へ、約10キロメートル、赤木山の南西斜面を流れる際が沢川とその、支流、浮入沢川は、流下能力の低さから、 洪水地に氾濫を起こし、周辺の農地に被害をもたらしてきた。群馬県は抜本的対策としてダム建設を計画し、1990年度に調査を開始。1999年度から本格的に工事着手した。当初は高さ18.8メートルのダムとして計画されたが、下流の河川改修が進んだことから規模を縮小し、費用を削減。 2009年10月に完成した。掃除業費は33億4000万円。形式はゾーン型アースフィルダムで、普段は水を貯めない方式を採用した、いわゆる穴空きダムである。完成後の管理者は、前橋市。ふい沢ダム及び道の駅富士見の一国道353号、道の駅富士見の北側、施設の裏手に立地する。右岸側が、前橋市富士見町石井。 左岸側が、富士見町赤木山である。ダム自体は観光開発されておらず、ダムカードも制作されていない。ありがとうございます。